松濤貫流空手道日生会の中島です。今回は試合で蹴りを使うための練習をしたいと思います。現在試合において蹴りは2ポイント3ポイント重要なポイントになってきます。そのために体の使い方、特に足の抱え込みをやってみたいと思います。抱え込みなのですが、基本などはちょっと大きめに持ってくると思います。そうではなく、試合の時は素早く力を抜いた状態で素早く小さく高く持ってきます。膝を柔らかくして抱え込みを持ってきます。ここから蹴りにつなげていきます。これが素早い蹴りの重要になってくるポイントです。少し動いてみたいと思います。構えて小さく抱えてみます。小さく早く抱えます。ここから蹴ります。構えて蹴ります。蹴ります。上級者になると前蹴りの場所と回し蹴りの場所がほとんど一緒です。ここから前蹴り、ここから回し蹴りを蹴ります。回し蹴りは流派によって脇から蹴る場合もあるんですが、ここから前蹴りをフェイントのように持ってきて回し蹴りに持ってくるケース、ここから裏回しに持ってくるケース、いろいろあります。なので小さく早く持ってくるというのはそのような意味もあります。小さく早く持ってくることによって、その後の蹴りが速くなる、コントロールしてその後の突きが有効になる場合があります。うまくフェイントとして足を使ってその後の攻撃につなげる、そういう場合もあります。大きく抱える場合、これも決して間違いではありません。少しやってみたいと思います。例えば中段蹴りを蹴る場合、ここだと視界に入ります。抱えた時視界に入ります。ちょっと抱えを浅くしながら、ちょっとこうしゃくるような蹴りで蹴ってみると蹴りが見えにくいです。そのような形で決まりやすくなります。松濤貫流の場合、回し蹴りは脇から持ってきてここから回して蹴ります。先ほど自分はここから回して蹴ると有効的と言いましたが、ここの脇から持ってきて蹴ることもとても有効になります。相手に立ってもらって実践してやってみたいと思います。相手が中段逆突きをついてきます。この時に前蹴りのように蹴ってしまうと当たって上段回し蹴り蹴れなくなります。そうではなく、ここで行ってここから脇で蹴ると決まります。決してここだと当たって蹴れなくなります。なので脇から蹴る練習もしっかりやってください。今回試合で蹴りを蹴れるよう、そのような動画を作りました。まずは体の力を抜いてスッと足を上げる練習をしてください。力を抜いて小さくスッと上げる、ここから行ってください。そして技に結びつけてください。